どうも、構図です。今回ですけども、J1 第29節、名古屋グランパス戦プレビュー徹底分析ということで、台風でね、延期になった試合のプレビュー、試合展望を改めてちょっとやってみたいと思います。目次です。新潟対名古屋のポイント、新潟のポイント予想メンバーと、いつもの4段構成でやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。新潟対名古屋ということで、勝ち点37で14位の名古屋と勝ち点39で10位の新潟、注意直接対決と、まあわずか2ですね、勝ち点差は。通算対戦成績が名古屋の16勝13敗8分けでやや名古屋有利。今年の前半戦は新潟が 1-0 で勝利と、名古屋はリーグ戦直近5試合で2勝3敗で負け越し、新潟は3勝2分けで負けなし。新潟貯金4試合で失点わずか1と守備が安定してます。新潟的にはシーズンダブルプラス、上位浮上のきっかけにしたいところですが、名古屋はこの能力の高い選手が揃ってると、どちらがより良さを出せるかがポイントとなりそうです。やはり名古屋はゴールキーパーランゲラック、そしてユンカーパトリックとこの能力の高い選手が揃ってますし、まあ、山中選手のセットプレーとクロスも大きな武器、ですが直前の試合では FC 東京相手に大敗4失点しました。まあ、ディフェンスはね、波がありそうですね。まあその前回対戦時、新潟対名古屋、前回対戦時も三國ハチャンレあたりが結構ズタボロだったっていうのがあるので、どうなんでしょうね。名古屋がハイプレスに来るかどうか不明ですが、まあ、新潟対策としてね、まあ、中盤でハードプレスに来れる選手が揃ってると、まあ、稲垣椎橋あたりね、まあ、セカンドボールの奪い合いは重要になってくるでしょうと。サイド攻撃とフォワードの高での打開、守備は中央を固めてボランチで刈り取るみたいな戦法かなというふうに思います。新潟パスサッカーとの相性は名古屋的には悪くないだけにどうなるかと。増井選手の調子が良さそうなんでね、そこが気になりますけど、 FC 東京戦もね、出てきて、ちょっと決定チャンスシーン作ってましたけどね。新潟もいっていきましょう。湘南を撃破した新潟、再びの連勝チャンス到来と。いいですね。守備が安定しているのが何より大きいですし、ベテランの小野選手がですね、率先してサボらずに走り切るので、まあ、チームの中でサボれない緊張感というか、手を抜く隙が自然とできなくなっているのは非常に好材料かなと。いや、これがやっぱ小野雄二加入の効果かなと。まあ、加えて点も取れてるしね、今ね。非常に効果的だと思いますね。加えて元から走れる長倉や宮本がチームを牽引しているのが何よりの証拠だろうと。もうデフォで走れる2人がより走るっていう、まあ、そりゃね、チーム的にはうまく回るっすよね。一方で途中出場組は比較すると物足りなさを感じると。まあ、そんだけ走ってる選手を見た後に見ると、途中出場なのになーって思う選手もちらほらいたりするので、そこはちょっと、どうなんだろうと。より競争意識を持ってですね、リーグ終盤、そしてルヴァン優勝に向けてですね、行くことができるのか推し量る意味でも、この名古屋戦は重要になってくると。おそらくターンオーバーしてくると思うんですよね。ミッドウィーク、あの中3日なので、松橋監督のことですから、いくらか選手入れ替えてくると思うんですけど、それをするとちょっと不安もあるかもっていう感じですね。やっぱちょっと差があるかな。まだまだ。その、やっぱりスタメンはスタメンたる理由があるなぁとは思いましたけどね。特にその土日開催のスタメンは松橋監督結構ガチ面なんで。小島選手はアカデミー的にフルス対戦となるわけですが、ランゲラック選手との守護神対決は見どころ。藤原選手と橋本選手が非常にサイドバックとして安定してますので、名古屋のサイドアタックをどれだけ封じられるかもポイント。太田選手がですね、前節4ヶ月ぶりに復帰しました。よかったですね。で、多くのタスクがある中で9大点の出来だったと言っていいでしょうと。まあ、よりギアを上げてですね、まあ、本来のプレー、決定力を見せてほしいと。まあ、太田選手といったらね、決定力の高さがもう何よりも持ち味というか、もうなんなら左も右もできて真ん中もできる。で、左右どっちでも蹴れる。あとやっぱそう、多分個人的にはそこまで得意じゃないんでしょうけどね、そのプレスはめに行くみたいなところ。でもそこサボっちゃうと、やっぱ良くないっていうのは、まあその湘南戦が証明してるよね。やっぱ小野選手があんだけ追って、で、谷口選手、小野選手でポジションチェンジしたりして、で、長倉選手に指示してっていう。もう完璧にそのピッチ内の監督みたいな感じで、やってましたから、大野選手がね、やっぱそれについていくっていうのが、ついていくだけじゃなくて、それを上回る動きをやっぱ太田選手あたりがやってくると、もう前線でだいぶ
はめに行けるっていう、だからディフェンス陣も楽になると思うんでね。そうすればボランチやサイドバックの攻撃参加はもっと増えてきて、ミドルシュート打ったりとか、もう多彩な攻撃の可能性がどんどん出てくるので、やっぱその前の選手がいかに頑張るかっていうの、結構新潟って重要だなと、思いましたね。鈴木浩二選手がね、去年は小野選手いなかったからね、鈴木浩二選手一辺倒っていうのは、やっぱその部分もあったかなと。やっぱ若干タイプは異なれどですね、やっぱポジショニングがいい選手じゃないですか、鈴木選手も小野選手も。だからそこら辺の、やっぱなんだろう、前線でのギアのかけどころをちゃんと分かってる選手が前にいるってすげえ重要だなと思うし、それについてきて走れる選手がね、より多くいるっていうのも新潟の強みだと思うので、やっぱ太田選手は走力もあるし速さもあるからね、そこをもっともっとその適応していけるとめっちゃ強くなると、心強くなるというふうに思います。ウィナー予想は 3-0 で、もうバカスカ点取ってくれと、3-0 で蹴散らせちゃんとっていう感じですね。予想スタメン、小島、藤原、マイケル、デン、橋本。マイケル選手の充実度がね、今年すごくいいです。湘南戦1失点してしまったんですけど、相手10人になったにもかかわらず、やっぱあのシーンも含めてですけど、マイケル選手はもう試合後もう選手ともう活発な議論を重ねてましたからね。その小倉コーチと秋山選手と話したりとか、すごかったよ。ああいうのがやっぱ重要なんだと思うんですよね。なんでその失点をしてしまったのか、なんでそこで寄せきれなかったのか、じゃあどうカバーすればよかったら、チーム全体の問題としてね、多分取り組んでると思うので、やっぱマイケル選手はやっぱ去年より今年の方が充実してますよね。すごくプレーが、もう本当にディフェンスリーダー的存在ということで。で、おそらくデン選手がスタメンかなと思われます。前節ベンチ入り、ベンチスタートだったんで。で、まあ、堀米選手の状態がよくわからないので、橋本選手のまま。で、まあ、宮本明山は変えられないっていうのが正直なところですよね。で、やっぱ、長倉使うんだったら、小野と組ませたいっていうのが正直なところですよね。やっぱ、小野長倉のコンビネーションが非常にいい。で、この2人がスタメン出たときに、かなりやっぱり前で融通効くので、で、あとやっぱ谷口選手は、やっぱり左サイドハーフが天職というか、かなり効いてますよね。で、まあ、太田選手も、もう中3日とはいえ強行軍。まあ、ただ、わかんないです、これ。ボランチも宮本選手、秋山選手じゃなくて、島田選手、どっちかと変えてくる可能性もあるし、谷口選手と、わかんない、長谷川元輝選手を入れて、谷口、長倉、小野の中から、長谷川元輝、鈴木と入れ替えて、誰かがどこかやるみたいな感じもあるかな。あと、怪我明けの、で、復帰した太田選手を、まあ、そのまま使うのかっていう、連続出場するのかっていうところも、わかんないんで、どうなんでしょうね。奥村選手がいればね、奥村、長谷川、鈴木、で、右、太田、ないし、長倉、ないし、長谷川匠、というのもあるかな。ね、まあ、いろいろ考えられますけど、わかんないっす、ぶっちゃけ。もう、松橋監督の特に、そのミッドウィーク開催のスタメン予想なんか絶対わかんないもん。で、当日は、多分生配信になります。本当は現地行きたいんだけどね。多分生配信予定。ということで、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければというふうに思います。いかがだったでしょうか？ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。